はい、本日はですね、これから夏に向けてどのボディバッグが一番いいのかというところをね、お伝えしていこうと思いますということなんですが、そろそろね、こうやって軽装な格好になってきて、上着がないからね、荷物をどこに入れようかなって迷ってはる方も結構いらっしゃると思うんですよ。そんな時に役立つのが、そう、ボディバッグということで、じゃあボディバッグってここにずらっと並べたんですけど、何がいいのかってはっきり言って分からへんじゃないですか。で、物をさえ入れればそれでええんやけども、シルエットとかもね、ちょっと見ていきたいなということで、本日の流れとしてはですね、7点ボディバッグがございますので、ちょっと大きめのやつから、小さめのやつまでねありますので、実際にね物とか入れながら、まあ一応小物、想定した小物っていうのは、まあ財布と鍵と、あとまあエアポッツぐらいかなと思ったんで、この3つを入れていって、あ、この最小限だったらこれで入るねとか、結構余裕あるから他にもいろんなもの入れるねとか、ペットボトルも入れれるねみたいなところをねお話ししていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず1点目どれからいこうかなと思ったんですが、この手前にあるやつからいきましょう。ズドンということで、こちらがですね、アークテリクスのあの名作、一番最初に出しちゃいましたマンティス2ということで、これはもうボディバッグ8個紹介する中でも最もおすすめと言っても過言じゃないぐらい、仕上がってるバッグでございます。というのもね、大きさ的にも、まあ、手のひらぐらいのサイズしかなくて、僕ちょっと手のひら大きくてね、あの20センチあるという、バスケットボールもね、こうガッて片手で掴めたりするぐらい大きいんですけど、まあこれぐらいのね、あのサイズ感になっててですね、まあ手前にね、鍵をこうやって入れてみて、メインどころにね、財布入れて、あともう一箇所ね、こう分けてるところがあるんですけど、まあこれぐらいだったら楽勝で入りますよと。で、まあこういったシルエットがね、マンティス2という大きさになっております。まあこれアークテリクスで何がボディバッグを勧めてたら、もうこれしか出てこうへんっていうぐらい、めちゃくちゃメジャーなね、バッグなんですけど、これがまず1点目。で、次2点目が何行きたいかというとですね、こちら行きましょう。次はボディバッグでも人気のやつですよね。ノースフェイスというブランドの、ボディバッグです。これはね、グラミュールって言って、確か一番小さいモデルになってるかなと思うので、あんまり存在感ないですよね。パッとつけとっても、あ、まあ多少なんか持ってんのかなぐらいなんで、ほんま必要最低限は入るんですけどもね、財布例えば入れます。で、財布入れただけでも結構もう容量としては結構入ったなと。で、次これ鍵入れたりしたら、あとエアポッツ入れたらもう終わりかなっていうようなね、男子にはもうぴったりなサイズ感ですよね。まあなのでちょうどいいって言ったら、飲みに行く時とかいいんじゃないですかね。飲みに行く時とかって大体居酒屋ってね、あんま荷物置く場所ないんですよ。で、下のね、あのカゴにね、これどうぞ入れてくださいって言われるけど、ちょっと居酒屋の地べたに置いてるカゴに入れたないなっていう時あるじゃないですか。まあそんな時はね、これずっとかけた状態でね、飲んでね、いやお前久々やな、太ったなとか言いながらね、こうやってこのままで無理じゃないですか。で、邪魔やなと思ったら、こうやってこれ後ろ側にね持って行ってあげればね、まあちょっとダサい気はするんやけども、別にあの飲むのには何の問題はないから、別名ですね、居酒屋バッグと言ってもねいいんじゃないかなというところで、こちらがグラニュールというバッグでしたね。そして次行きましょう。次も同じくちょっと小さめのバッグで行きますが、これがですね、グレゴリーというバッグなんですけども、この山の形してて、よく登山とかでは使われたりしてるのでね、まあご存知の方も多いかなと思うんですが、大体グレゴリーというとリュックが多いんですが、こういうボディバッグもね実はあるんですよ。で、ボディバッグ唯一この今紹介する中でブラックメインやねんけども、紐のところがこういった茶色のレザー使ってるんで、ちょっとワンポイントねありなんかなということですけども、まあこういった形ですよね。やっぱ小さければ小さいほどね、スタイリッシュには見えるんやけども、ちょっとやっぱ茶色を使ってる分ね、カジュアル感は出ちゃいますけど、こんな感じです。で、ボディバッグ ね注意しなあかんのって、こういう風に上に縁あるじゃないですか。こうやってフラップこうやってかましてくれてるの助かるんやけども、僕これね結構噛むんですよ。じゃあジップガッて開ける時とかに噛んだりするから、まあ、この辺は注意点なんですけどね。まあまず財布入れますと。で、次に、鍵入れますと。そして最後にエアポッツ入れるんやけども、まあ、メインところはここぐらいにしといて、まあ手前のところかな、手前のところとかにエアポッツとかポンって入れたりとかしてあげればちょうどいいサイズ感ですね。ただペットボトルとかはまあこれは入らないですね。今紹介したやつ全部多分ペットボトルちょっと厳しいかなと。350ぐらいでいけるけど、500のペットボトルちょっと厳しいので、その時は500のペットボトル持って、まあ、野球の素振りしてみたりとか、あとゴルフのスイングをしてみたりしていただければいいんですけどね。ペットボトルはそういった使い方をしてください。なので収納は多分おそらくできないと思います。無理やり詰め込んではいけるかもわからんけど、他は入らへんと思うので、ね、まあこういった感じですね。で、こういう横長のタイプってどうしてもこうね、肩から背負わんと、この首だけで背負っちゃうとね、なんか変な感じするんですよね。一番最初のマンティスとかは縦型というか正方形やから、こうやって首からいけるんやけども、さっきのグラニュールとかもさ、けど横になってるやつっていうのはこういうかけ方できひんから、もうどうしても絶対型は入れやんとあかんだけどね。まあこういった形のね、グラニュールじゃなくて何やったっけ、グレゴリーのね、バッグとなっておりました。では次はですね、最も人気のあるノースフェイスのバッグいきましょう。それが何かというとですね、こちらスウィープというバッグになってます。めちゃくちゃ人気、ボディバッグメンズで調べたら大体上がってくるっていうのがこのスウィープなんですけどね。これはさっきよりちょっと大きくなってますね。500のペットボトルもこれやったら入るぐらいの大きさになってて、こうやって財布で鍵入れてもまだまだ楽勝なぐらいのサイズ
ズ感ですね。そして上のところにね、まあ、軽いメッシュみたいなのがあるから、こういうところに小物とかリップとか入れたらいいんですけど、こういうような感じなんですが、さっきよりもちょっと大きくなりましたね。黒の範囲が見えてる範囲ちょっと大きくなったんやけども、ここまで大きくなってくるともうちょっとデートっていう感じではないですよね。まあちょっと買い物行くとか友達となんかどっか遠出するぐらいやったらまあまあ行けるんやけども、デートとか女子となんか行くってなったりしたらあんまり好まれそうではないんやけども、まあ容量的にはね、一番これぐらいが使い勝手はいいですよね。電車の切符も入る、ペットボトルも入る、ガムとかミンティアとかタバコも入るっていう、一番使い勝手はいいんやけども、どんどんね容量は大きくなってきてるからスタイリッシュさはちょっと減りますけども、まあこういったスイープが人気ですね。で次に、僕実はスイープあんま良さ分かってないんやけども、このオリオンの方が使い勝手は僕はいいと思ってるんですよね。でそれこそこれパッて見てもらったりしたら、何さっきと何がちゃうのと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、このオリオンの方がジップが上に向いてるからね使いやすいんですよ。で対してスイープの方は前に向いてるから、開けた時にね落ちるっていうのもそうやし、このフラップがあるから噛むんですよね、よくジップが。なんか僕あんま好きじゃないけども、このオリオンはねよくね嫁とかにも持たせてます。ちょっとカメラマンやってとか言って、カメラやらしてる時に交換するバッテリーとかあるじゃないですか。でバッテリーとか全部こん中仕込んだりとか、あとそれ以外にはマイク、ピンマイクとかつけてるから、そのピンマイクもこん中仕込んだりとかして、これ持っとかしといて、で僕がはい本日はですねって言ってね、買い物動画したりとか Vlog 撮ったりしてるんですけど、よくこれ持たしたりしてるんですけど、まあ、これはね結構使い勝手いいと思います。容量的にもねペットボトルももちろん入るし、こういった小物とかも全然入るし、もう楽勝ですよね。まだまだ隙間あるような感じやし、いいんじゃないかなと思います。で確かねちょっと今はもうわからないんですけども、スイープよりね定価は確かオリオンの方が高いはずなんやけども、セールとかによくかかってるんですよ。だから結局スイープより安くなったりしてるんで、これはね安くなってたら狙い目やと思います。そして次がね、これはほんまに趣味の方とかやないんやけども、ヒップモンキーって言って、こちら、ミステリランチっていう米軍とかも使ってるようなブランドなんで、こういった色味なんやけども、これね今回初めてなんやけども、ちょっと撥水とか水に強い感じの仕様になってます。さすが米軍っぽい感じですよね。ジップなんかもこれ実は止水ジップっていうねジップが使われてるので、ここから水が入ってこないようにももちろんなってるし、まあ、この辺とかにも多少は撥水の加工がされてるので、よくカメラバッグとしてねこれ使い張る方も多いんやけども、旅行先とかで写真撮る人とかはもうこれぐらいあってもいいかもしれないですね。あのレンズの交換とかでレンズこう中入れたりしなあかんし、あとバッテリーとかもあるやろうしね。ただちょっと存在感はめちゃくちゃでかいですけどね、もう完全ミリタリーやなって感じがしたりするんやけども、荷物の多い人なんかにはねこれは結構使えると思います。ちゃんと裏側もね荷物大きくなってる分、クッションとかもこうやって入ってあるんですよ。なのでこうあんまり疲れへんというか、痛くないというか、レンズとか刺さってくるとかっていうのもないんで、この辺はねポイントで当たる人には当たるけど、当たらない人には全く当たらへんっていうようなねバッグになってて、で最後がノースフェイスで締めますね。こちら一番容量の大きいタイプのボディバッグ、これ名前なんていうかな忘れたけども、これぐらいの容量やったら海外旅行とかいいかもしれないですね。今はコロナであんまり海外旅行行かんねんけども、海外とかで街ブラブラするときって大体パスポート持ってなあかんし、で財布もあるし、でカメラもあったり、デジカメとかでスマホとかもあったりするんで、これはね結構でかいし、あとペットボトルも楽勝で入ります。なので日本でもね荷物の多い人なんかは使えるやろうし、あとお子さんの荷物持たなあかんとかね、そういう方もねこれぐらいの容量あってもいいかもしれないですね。ただ普通の男性で荷物めっちゃ少ない人は多分こんな容量はいらないと思うんですけどね、荷物の多い方にはねいいんじゃないかなと思います。ちなみに僕はこれ一回も使ったことございません。僕荷物少ないんでこんなん持たないんでね、ここまでの大きさいらないんですけど、まあ、これなんていうか忘れましたけど、おそらく下で出てると思いますね。これもちゃんと背面にはねこうやってクッションがついてますので、やっぱこれぐらいのね大きい容量になってくると、ちゃんと背面もねクッションついてたりするんですが、容量の小さいやつはついてたりついてなかったりみたいな感じなんでね、まあ、今回はボディバッグを紹介させていただきました。まあ、何を間違っててもですね、あのポケットの中に入れてポケットパンパンになってるっていうあの少年みたいなことはやめてくださいね。スマホぐらいとかやったらね全然いいと思うんですけど、スマホと財布とあと鍵とそういやエアポッツととか言い出したらもうボコボコしてくるから、意外とそのパンツのシルエット崩れてるの女子見てますからね、ちゃんとまあバッグとか持つのがねいいんじゃないかなということで、本日はですねボディバッグ全部紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。